アリンタラート26のエンブレムアリンタラート26警察特殊部隊タイ語26英語アリンザート26スペシャルオペレーションズユニットは警察系特殊部隊もしくは太陽国国家警察首都圏警察本部特別捜査任務部第二暴動鎮圧部隊霊下第五中隊1983年創設台湾スワット アリン・タラート26警察特殊部隊は、太陽国首都圏警察令下の特殊教習作戦部隊である。部隊名の中の26は、創立年であるフッツ歴2526年により、名付けられている。凶悪犯罪、騒乱の際に教習、逮捕を行う。主に、万国首都圏近郊における危機管理を担当する。部隊規模は、中隊規模。中隊長と、 立場は、公務の監督責任者である。ナレースワ百2 6 1警察特殊部隊と、同時期に創立された部隊であるが、ナレースワン部隊とは、管轄地域、配属が異なる。現在、首都圏警察特別捜査任務部隊テロリズム課として、昇格させるための整備が行われている。入隊者は、武器使用に精通するため特殊訓練を受ける必要がある。 警察学校の特別カリキュラムに加え、タイテロ訓練カリキュラムを受講する。通常使用する銃器は、H&KMP5 シリーズの短期間銃であると、され、タイ国内でのタイテロ活動を写した写真から確認できる。ありがとうございます。